おはようございます。クロワラ軍団リーダーの誠司です。さあ本日のターゲットホールはキング観光サウザンドクワナ本店さんで実践です、本日なんですけど、並びの箇所が複数台あると想定して台を狙っていきたいと思います。朝一の入場なんですが、本日、ちょっと道路交通状況の事情で、抽選を受けることができませんでした。なので、一般入場での入場となります。といったところで、本日の実戦なんですが、狙い台としては多台数でいわば、スマスロモンキーターン、ですとかあとセントセイヤ、こちらにですね、狙い台候補台ちょっと絞っていたんですが、おそらく確保は難しいと思います。はい。まあ、なんですが、それ以外ですと、6台構成の機種を中心に他の狙い台の候補を挙げようかなと思っていたんですが、このホールさんにその6台での1機種というところがなくてですね、なので、おそらくそのまたぎですとか、多台数構成でもその限られた部分でこう塊が使われているという状況が予想されると、そう思っていましたので、まあ入場は遅くなってしまうんですが、周りの状況ですね、またぎであればそのまあ、少数構成台であってもこの左右を見て、自分の台だけじゃない周りの状況を見て押し引き図れるような、そういった環境でまずはなんとか打ち出せればなと思っております。まあ、なかなか、入場でね、仕方ないことです。ちょっとねこれはどうしようもないことなんで、まあ、そういう中で多少劣勢なスタートではありますけど確実に勝てるよう努力いたしますので最後までよろしくお願いします。おはようございます。お願いします。はあ、カバネリ 6.5 はいける。ちょっとね島の詳細があった。あー、やっぱモンキーはもう難しいですね。でもまあモンキーから埋まったっていうのはあー聖夜取れるなってなるとここかな。ここをとりあえず確保します。セイント聖夜じゃあとりあえずあのセントセイヤー確保しましたので、周りの状況を見に行きたいと思います。さあ朝一、店内確認しました。まあ、やはりねまずモンキーターンは皆さん狙ってらっしゃる方多いなというところとスマスローかぐや様は小倉世帯、こちらに関しても朝速攻満台ということになりました。でかぐや様に関しては、まあ、昨日の記録もう直近の昨日の記録とかを見ても、もう万枚の台がね2台ほど出ていますし何かしらまだね解析出てない部分もあるんですが、まあ、期待できる状況なんじゃないかなと思います。まあ、あとはその埋まり方としては、キング花花で A タイプで比べると、まあ、明らかにジャグラーシリーズより花花の方が、ついてるお客様多くいらっしゃってあとは各スマスロ、北斗かなというようなところです。まあ、なんですが自分が確保したセイントセイヤまずは打ち込んで周りの状況を見ながら押し引き図っていきたいと思います。では打ってきます。まあ、周りの状況が見れることというところに重きを置いて、まあ、朝は、まあ、抽選入場ができなかったということもあってこちらをとりあえず抑えました。なんで自分の台の状況とあと周りの状況把握に、注意しつつ、まあ、逆に言えばこの台がですねまあ、特にこう早い段階でも高挙動がなくでかつ、まあ、ジェネラルバトルを引いたときに、まあ、50% その後の日時計も、色変わらず
GB レベルの上がりも確認できず、で不屈も、40ポイント以上の、まあ、賞すら不屈賞すら出ないよということであったら、まあ、この台早々に見切りながら周りの状況を見て次の台を選んでいくっていうのも手ではないかなと思っています。まだ早め午前中であればなんとか動けそうなところではあるので、何にせよこの台早めに打ち進めていきたいと思います。コスモポイントも今670なんでね、ちょっと4周目の当てにするのは間に合わないので、なんとかチャンス目以上を引きたい。ここ大事、ここ超大事、大事。弱レア役だとダメ、あースイカはダメだ。ここで赤7止めます。チャンス目になればだいぶ熱い。あースイカか、あーでもよかったです、このスイカで一気に330ポイントもらいました。あのリセットからのねコスモポイントの、初期抽選、まあそこに届いて今1000ポイント貯まった効果になりました。まあこれで日時計ね4周回りましたんで、不屈ポイントの獲得期待度中以上。さあ日時計なかなかないですね、4周回せました。で色が一向に変わらないので、まあちょっと当選は正直見込めないんですが、まあ最後なんてああコスモポイントでしたけど、でも最後がコスモポイントだったんで、この日時計終わったらあの確実に不屈資産のライトはつくので、まあそこでどのくらい溜まっているか。さあここですね、ここでオーラ出てくれればお願いします。うわー一切です。あー先バレしましたね。ということは今から多分今コスモポイント990ポイントなんですけど、10ポイントぐらい溜まって、あーで1000になって色が変わる、はい、なんでコスモポイントの、まあ、設定差あるんですけど、まあ、平均して 20% ぐらいのところを取ったと。さあこの発展が、さっきの先バレしたコスモポイントからの発展ですね。ああやっぱ赤字ですね。805ゲーム900までいかなかったですね。ソトシが27本ジェネラルバトルです。さあここで万が一不屈が溜まっていればどうでしょう。ああですよね、強地が欲しい。弱地、さあここが分水嶺ですね。ここのもろもろ分かる数字以下でちょっとこの台は見切らないといけないかなというところです。さあ相手はクリシュナ 50%、 これは厳しいな。終わりました。さあ日時計は白で全くいいところがなく、まあ1戦目で負けたんで不屈ポイントまたもらえてるんですけど、この後、コスモポイントのたまりからの当選だったんで、不屈しさが見れます。あーオーラ全くないですね。2回やってこれはちょっと続けるのは難しい。一応ここでコスモチャージの有無を確認します。はい、じゃあジェネラルバトル終了から17ゲーム、まあ、正直コスモポイントからの当選というのは差があるんですけど、まあ、それが1回出たからといって何とも言えませんし、まあ、何より、日時計が白でした、900ゲームももちろん超えてません、で GB レベルは1、そして不屈の資産もなしってなっていくと、まあ、これ以上これを打つのは非常にリスクがあるので、
でね、周りのそのセイヤを見てもなかなか、全体的にという、まあこの時間なんでまだわからないですけど、ちょっととにかくこれを打ち進めるのはリスクあります。なのでこの台ここまでにして他の台の様子見に行きたいと思います。さあこの永遠の消防台ですね、894番台が現在43ゲーム、まあ、ですのでまあここまで回ってるんであれば、まあ、ここでねやめられる方もいらっしゃると思いますが、まあ、天国分だけ回していきたいと思います。はい、ではやっていきます。打ち出しは43ゲームさあ先ほど打っていた永遠の消防隊なんですが、まあ他あと空き3台ですね、残り2台に関してはまだ朝一ゼロゲームの段階なんですね。なんでこちら、まあ、リセットがかかっていれば 33% で119モード、88ゲーム以降で当たりますんで、まあ、この台リセットからの当たり狙いでちょっと打っていきたいと思います。では打ってきます。1ゲーム目からでスイカ、さあ白で発展ですね。ああ、レインボー大当たり濃厚ですね。さあ105ゲームコブイベルから追加投資して34本です。ギアボーナスいきましょう。さあ強い演出、さあ対決はしてくれそうですね。はい、チャンスアップが1個でも欲しい。あー青字、あチャンスアップあり。さあ全然あってもおかしくない。お願いします。うわーマジか、復活、あーよかった、やりました。なんとかこれで、永遠チャンスゲットです。さあエピソードどこが出てくるか。はい、さあ早速引きました。はい、チャンスアップ大丈夫でしょう。ああここで引いてた、失礼、追加でした。早速ボーナスですね。さあ8ゲームで延々チャンス、
第2階層からのスタートです。さあ最終ゲーム、何の演出もないのでこれはダメですね。引けない、ラスト、あーラスト演出来てくれた。なんで何かしら発展します。あーレア役スイカ、決戦には来ました。食らう、あーチャンス目、避けろ、よし、なんとか当たりました。残り2ゲームで引きましたが発展はする。よし、あーギリギリよかったっす。ありがとうございます。よし、あーチャンス目も引いた。よし、大丈夫です。これで6連目ですね。弱者でいった、ありがとうございます。さあエンチャンスストック、さあ737枚で、エンチャンス1ゲームで入ります。さあパネル消灯しました、ありがとうございます。相手はアロー、大丈夫、さあインス来い、ラスト、あー何も来ない。さあ1個使っちゃいました。見えてるエンチャンスのストックはあと1個です。チャンス目、はあよかったです。チャンス目からあーよし引いた。さあどうだ、頼む、触れる、よし、よっしゃ出た、これはだいぶ期待したい。あーよかった、なんとか滑り込みました。
あーよかった、ありがとうございます。さあ9連1267枚、投資までもう少し、引けない、コブイを引かしてくれ、もう演出がない、せっかくストックあったの残念ですね。さあ液晶内50ゲームです。でね、もう延チャンスさすがにストックなさそうなんで、唯一まだ、朝一ゼロゲームの永遠の消防隊ありますんで、そちらに移っていきたいと思います。では隣の永遠の消防隊がまだゼロゲームだったんでね、打っていきたいと思います。まあリセット傾向に関しては、まああの置き時のコーナーなんかね、やはり朝からよく当たっていましたし、まあ大前提でね、お客様が、まあ、32ゲームほど回されてやめられてるっていう台も多数あるので、でかつ今までのまあスマスマの状況と、あと 6.5 号機の様子なんかも見ても、まあ前立腺で間違いないのかなとは思いますんで、本日に関してはなので、まあこれもリセットがかかってる可能性が高いので、とりあえず 33% でこう119モード選ばれているということを信じて打っていきたいと思います。強い演出、赤字チャンスアップ、これは当たりましたね。オッケー、31ゲーム、結局小ぶりからですかね、かジャックチェリーで、650以内に当選の終了画面です。さあ引いた、演出強め、十字リプレイ、強い演出、さあ緑で発展、タイトル赤希望、お願いします。一番弱い、あとはチャンスアップに頼るのみ。チャンスアップですね。いやこれは怖い、これは怖い、よし、よかった、よかった。さあこれでエピソードです、よかったっす、持ちメダルです。地下への道、まあ普通のやつです。よかった、パネルショート、ありがとうございます。おお、アーサーボイルで勝てるとは、
よし、フレイル避ける。よし、大丈夫。ここで強チェリー。おお、スイカからありがたい。スイカから延々チャンス、ストックゲット。これで見えてる分は3つです。さあ、強い演出。スイカ、オッケー。スイカからアクセルボーナスです。引いた。しかも強い。来い強チェ、来い。オッケー、来ました。強チェから死な場所絶対入れます。よし、行こう。さあ、ここ分水です。ここで入れると言えないじゃ、えらい違い。絶対入れます。行きましょう、頑張ります。チャンスアップが1個でもあればいい。白文字、来い、大丈夫。よし、チャンスアップ1個でもあればだいぶ心強い。あー、ここでコブ。さあ、引こう。俺ならできる。絶対引ける、絶対引ける、絶対引ける。うわあ。来い。はい。ああ。残念っす。さあ、というところで。永遠チャンスの、ね、ストックも残念ながらなさそうなので、液晶内45ゲームでやめて他の台を探したいと思います。さあ、こちらバラエティーコーナー、忍び魂3なんですけど、現在ノーボーナスで291ゲーム、まあ、こうなってくると、リセット天井を考えて天井期待値プラスになっていきますので、この台を天井狙いで打っていきたいと思います。やってきます。さあ、現在、リセットの天井狙いで打ってたんですけど、608ゲームです。リセット天井が579なんで、まあここまでね、こちらのホールさんリセット傾向バラエティに至るまで非常に強いと思ってたんですが、まあ、この台に関しては末ですね。まあ、なんですけどね、その580超えた時点で、まあ、ちょうど僕がリセット天井狙いで打ち始めたぐらいの期待値、まあ、大体50枚ほどですよねと、まあ、同じぐらいの価値にはなってしまうので、まあ、正直このまま続行せざるを得ないという状況です。
この状態で捨てていくわけにはいかないし、まあ、勝つ多分即やめだと思うんですけど、前日多少回ってる可能性もないわけではないので、ただまあこの忍び魂に関しては末でした。まあ仕方ないんでね、このまま、979の据え置き天井、まあ、979よりちょっと前に当たると思いますけど、まあそちらの狙いに切り替えて、まあ、AT 当選まで打っていきたいと思います。さあ 40% チャンスアップはないっすね。おっと、よかった、703ゲームチャンスゾーンから当選です。持ちメダルで当選。さあ月光の時50ゲームスタート。ああ、ベルが月溜まってる状態でしたね。暁早めにもらいたいところ。よし、バッターありましたね。追加なんで40ゲームスタートかな。さあ溜まりました。ここで暁できれば大暁お願いします。来い、ちょうど10ゲーム。あーダメだ、いやー厳しい。ラスト、さすがにもうワンセットナイス。さあ終わりました。168枚。さあというわけで、AT 終了後2ゲームでやめて他の台を探したいと思います。さあ時間はね、ちょうど午後の3時回ったところなんですが、まあ一つ、強い島見えてきました。アイムジャグラーですね、アイムジャグラーがこう通路側の角から数えて 1,2,3,4,5,6 台、この時間までお客さん離れずにこう粘って満台というところを見ると、で、あのガッサンもね化けもよくついていて、非常に通路側の角からの6台は、数字としてもついてきてるんで、まあ、アイムジャグラーのあの一角は間違いないんじゃないかなと思います。というわけでスマスロセイントセイヤ、907番台なんですが、現在液晶の中279ゲームです。でさらに言えばこちらね、スルー回数的には1回ということは、AT5 の引き戻しバトルに敗北して278ゲームということになりますので、まあ、そうなればね、天井が536、そちらになりますので、まあ、天井期待値、まあ、あと250も回せばジェネラルバトル出てきますんでね、十分期待値稼いでいますので、この台を、天井狙いで打っていきたいと思います。はい、では打ってきます。オッケー、さあよし、うわー嬉しい、うわー今言おうとしてたんですよ、ここで先割れつけて16分の1引っ張って 26% 決めましょうって言おうとしたことが全部一気に来ました。マカ背景先割れなんで、もうこれは濃厚以外ないでしょう。よかったです、持ちメダルで当選。341ゲームです。まあ天井狙いだったんでね、早く当たるのは非常にラッキーです。行きましょう。君かね、 50% っすね、 50% 3回通します。ここっすよ、ここで AT 入れれば今日勝ちが見えてくる。絶対入れます。行こう。
これはあかんやつ、諦めない、立てシャイナプッシュ来い、キスした、あー GP レベル上がりましたね、まあ上がったんですけど、まあとりあえずコスモチャージ見ます。さあということでコスモチャージ2回出てきましたが、まあここまでだと思います。34ゲームでやめにして他の台を探したいと思います。ホール内確認しておりました。でその中でですね、この4台構成のハッピージャグラーなんですが、まあ、正直やっと回転数1000、2000回り出したぐらいの全員4台です。まあ、そんな中ではあるんですが、一番左の台が、合算が100分の1で、その隣の台が150分の1ほどで、僕が今押さえた台の隣の方もね、ちょうど合算がね100分の1ぐらいで、私が押さえたこの台も、まあ、1500回転しか回ってないんですが104分の1です。なおかつですね、まあ、前日も、まあ、正直2300回転ほどなんですが7の18で合算127分の1、まあ、こうなってくると、5の近似値になってくると思います。って考えるとこう総合して、昨日の、まあ、5の末的な観点からも少しねこれが単品としても狙うことできますし、まあ、全体がね、やっと回り出したっていうところを、設定判別しながら打っていくっていうのは有効だと思いますので、この台を判別しながら打っていきたいと思います。ありました280ゲームビッグボーナス持ちメダルで当選です。当たりました189ゲームレギュラーボーナス、さあ結構ハマってしまいました。436ゲームですね。まあ、ですがちょっと、周りのハッピージャグラーの様子見に行きたいと思います。ハッピージャグラー他の台なんですが、まあ、こちらが、106分の1で隣がちょっと悪くて163分の1でその隣がですね、今118分の1で僕の台になって、133分の1という風になってます。まあ、そうなっていくと、まあ、ハッピー自体がね、回り出してお客さん突き出したのがちょっと遅かったんですけど、まあ、大体しまない、まあ、2000から3000回転、まだまだね試行回数は足らない部分はあるんですが、まあ、現状、まあ、ちょっと左から2番目の台が少し弱いんですが、僕の台も含めて、合算結構ねいい数字キープできているので、まあ、僕の台今苦しい状況ですけど周りの状況も加味して、もう少し判別しながら打っていきたいと思います。当たりました443ゲームビッグボーナス持ちメダルで当選です。サキペカ45ゲームビッグボーナス先ペカで19ゲームですね。ビッグボーナス チェリチョーク47ゲームわかりました。2ゲームチェリチョーク
足りました。28ゲームゲーム、チェリチャオクです。足りました。138ゲーム単独です。足りました。142ゲームありました。71ゲームチェリチョークです。当たりました。29ゲーム単独です。レギュラーボーナス、僕が打ってるね、ハッピージャグラーが今合算が109分の1、まあ自分としては今1600回転ほどですかね。でまあレギュラーボーナスがね少し物足りない気はしますが、十分数字ついてきてると思います。で僕の隣が、2000回転ほどして今127分の1、ちょっと落ちてきてしまいましたが、一時はねずっと合算が100分の1ぐらいでした。で、その次の台が164分の1、これはちょっと正直弱いんですが、まあまだ1000回転ちょっとなんでまだなんともわからないです。でさらにこちらのお客様が今打ってらっしゃるのが、101分の1ですね合算で。レギュラー13回、ビッグ12回、レギュラーもしっかりついてきてて、まあ上の挙動を今のところ示しているという状況です。まあこの見た感じに、ハッピージャグラー、まあ打ち出しはね遅くなって、他のお客様の月も全体的にもう午後3時以降の話とかになってしまうんですけど、まあ回り出してからは、どの台も、まあ、結果数字として出てるんでね、まあ1台だけ回されていませんが、なんで僕ハッピーは全を意識していいんじゃないかなと思っています。まあ、なんで、まあ、移動の都合もあって時間の限りありますが、まあ、できるだけ回して、さらに挙動を見ていきたいと思います。最後のレギュラーボーナスを引いてから168ゲーム回しました。まあ、ここまでね打ってきたんですが、ちょっと実戦時間の限界が来てしまいました。まあ、明日もね仕事の都合で移動があるため今日はここまでにしたいと思います。で、まあ、化けがね少し足りない高設定水準には届かないんですが、まあ、なんですかビッグは18回の、合算は118分の1、まあ、最後の最後の、ね、2000回転ではありますが、高設定とおぼしき台されたというのは非常にいいことだったんじゃないかなと思います。なんで最後に、店内状況、確認ご紹介して本日は実戦を終了したいと思いますということで、最後に店内の様子確認しました。強かった紀州島となりますと、まず北斗の拳ですね、スマスロ北斗の拳、こちらね入り口から入ってこう通路を背にしたら右側の島、ここに塊で、まあ、ハサ当たりも十分稼げていて出玉もついてきている台が並んでいるという状況でした。あとモンキーターンに関しては、2つ入っているんじゃないかなというところで、モンキーターンのスマスローにも力が入っていらっしゃる状況を確認できましたし、まあ、あとジャグラーシリーズで言えば、僕が言っていたハッピージャグラー、これは全体意識できる状況でしたし、あとアイムジャグラーも、数台高強度を示していました。であとですね、あちらにあります、かぐや様小倉スタイ、まあ、これに関してはちょっとね解析できてない部分もあるんですけど、出玉がもう万枚オーバーが、1台2台と出ている状況で、で皆さん朝からの方がね粘られているので、ここはまあ力が入っているで間違いないんじゃないかと思います。まあ、そういった今日の店内状況ありまして、そちらを確認することができました。お疲れ様でした。実戦終了しました。本日の立ち回りなんですが、朝一はまあ、周りの、ね、状況もよく見える、そういう観点からセイントセイヤ、台選びをして打ち始めましたが、まあ、なかなか、ね打ち進めるにはちょっと、リスクが高い台になってしまったので、思い切って見切ってやめました。でその後は店内状況を確認しながら、遠泳の消防隊 6.5 号機の方ですね、そちらのリセット狙いで2台こなして、その後はバラエティーコーナーにあった忍び魂3、まあ、こちらに関してはリセテン狙いというところで打ったんですが、バラエティの中にはね残念ながら据え置きも、少しあって、出玉を減らしてしまいました。で最後にはですね、まあ、まだ回転数は足りなかったんですが、周りの数字の状況から、ハッピージャグラー、この
実戦ギリギリの時間までね、打ち切って、出玉を作ることができましたが、勝つということには至りませんでした。本日の結果ですが、投資が1564枚、回収が1394枚、サマイ数が、マイナス170枚で、少し負けてしまいました。ですが、本日ね、久しぶりにその少し前の黒バラのような動きができたということにすごく満足しています。はい、リセット狙い、天井狙い、設定狙いと、全ての観点駆使してね、柔軟に立ち回ることができたのではないかと思っております。まあ、正直ね、他のメンバーよりは知識至らず皆さんにお見苦しい面があると思うんですけども、僕が知ってる知識をその中でもフル活用して、こういった形の黒バラをまた改めて見せていくっていうのも一つなんじゃないかなということで、自分の立ち回り、今日はなんとかね満足いくものができたと思います。次回以降も自分なりに努力して立ち回りますので、今後とも応援よろしくお願いします。本日はありがとうございました。詳細は公式サイトにて。